無人機。無人機、無人機とは人が登場しない乗り物、または輸送機械、以下のようなものなどがある。操縦も機械が自律的に行う場合と、人間が遠隔操作で行う場合とがある。特に前者はロボットの一種と見ることもある。人の乗っていない、あるいは乗ることができない、航空機を無人航空機という、講義には、 ラジコン飛行機、ラジコンヘリコプター等も含まれるが、航空分野で特に無人機と呼ぶものは、有人機と同程度ないし準ずる程度の規模の機体のものを指すことも多い。いくつかの種類は、ドローンとも呼ばれる。使用目的はいろいろあるが、最も利用されているのは、軍事用で、アメリカ軍などで偵察によく使われる。パイロットが登場しないことで、 敵に撃墜された時のリスクを下げている。米軍の無人機によるパキスタン爆撃は米国ネバダ州のクリーチ基地で CIA が制御している。人間が登場しないため生命維持に必要な装備が不要であり製造・運用コストは有人航空機に比較してはるかに低額である。しかし中には有人戦闘機以上に高価な人間の代わりのハイテク機器が 効果ということであり、人命と定量的にコストを比較した話ではないが、期待もある。操縦は無線により遠隔操縦か、あらかじめプログラムされた経路を飛行する自動操縦。軍用に用いられる無人機の操縦は、プログラムによる自動操縦のほかに、地上に設置される有人機のコックピットのような操縦設備がある。数面のモニターと計器類、操縦管やペダル。 火器管制装置など、あたかも有人機であるかのような操縦設備により、操縦されこともある。無人航空機の航空機製造法での規定により、積載可能重量は、離陸操縦量 100kg 未満から、機体重量を引いたものとなっている。地球において2017年現在のところ、宇宙機、スプスクラフトはそのほとんどが無人で、有人機、 宇宙船という語が使われることもあるは、実機としては全体から見るとごくわずかであり、人々の話題に上る宇宙船にはフィクション上のものも多い。特に宇宙探査機、スペースプローブの場合、人を送り込む現実性がない目的地であったり、帰還しない片道ミッションであったりといったものが、ほとんどで惑星探査機のすべてアポロ計画を除く。 全月探査が無人によるものである。しかし、未来の宇宙探査機としては、まとまった人数が相当の長時間をかけて、高性間空間を渡るような、ダイダロス計画といった構想もないではない。詳細は各リンク先の項目を参照のこと。無人潜水艦の開発は、民間面と軍事面で、その開発の性質が大きく異なる。遠隔操作を伴う場合は、 電波が届かず、超音波では、電送容量の制約を受けるため、優先式が多い。徐々に、自律型が増えつつある。遠隔操作する形式は、ローフと呼ばれる。民間の無人潜水艦は、主に沈没船や海底資源、深海の海洋生物などの探査に使われる。操作は、自動で行うことは、ほとんどなく、もっぱら人が遠隔操作する。 深海においては、水温が数度と極低温であり、とてつもない水圧もかかるために人間が行くのは、かなりのリスクを生じることもあり、しばしば宇宙よりも悪条件とすら表現される。実際、例えば単純に圧力差という点を考えても、宇宙では高々一気圧の内圧を保持すればよいのに、対し、深海ではその何倍もの外圧に耐えなければならない。何日間も加圧。 減圧室で体を鳴らしてから生き返りする必要があり、潜水服も効果で、技術も要する。また減圧症、高圧によって体内に入り込んだ窒素が十分な時間をかけずに減圧することで気泡となって現れ、重症な場合は生命の危険を伴う場合があるや、窒素酔い、体内に溶けた窒素が、深度下で酔っ払いた交換等に似た症状を起き、起こし、 二次的に判断力低下から呼吸位置装置を取り去る危険もあるといった潜水関連障害の危険性もある。そのために無人潜水艦にカメラを取り付けて沈没船や海底を調査させたり海底生物や堆積度のサンプルを持ち帰ったりするのに使われる。あるいは友人の海底探査を行う際の事前調査にも使われる。現在、 多くの国の研究機関がこういった無人潜水艇を所有している。海底ケーブルの点検にも用いられるよう開発が進みつつある。また、海洋の無人巡回炭素などを目的として海洋研究開発機構が完全自律巡航を行う無人潜水艦浦島の研究開発を行っている。長時間の活動を支えるために 閉サイクルディーゼルエンジンや燃料電池が用いられる。軍用の無人潜水艦は、主に敵対水域における工作活動に使われる。有人の潜水艦では、特に原子力潜水艦においては、技術的には、半永久的に潜航することも可能であるが、実際には、乗員の食料や精神面の負担から、3ヶ月程度が限度である。 また感が大型化することで敵に探知されやすくなるし、取り回しも難しい。例えば無人の小型潜水艦を作り、あらかじめ敵海域の船舶が航行しそうな場所に何ヶ月も潜ませておく。そして、上を航行する船舶があった場合、そのスクリュー音などを探知して、魚雷を発射するなど、数ヶ月や数年単位といった長期間にわたる。 作戦行動に使われることが検討されている。しかしこれはハードウェア、缶そのものの設計やソフトウェア、自立行動させるためのプログラムや民間船舶と軍用船舶を見分けさせる方法などなどの開発の難しさがあり、まだ研究段階に止まっている。しかし航空機では無人化が限定的ではあるが、 実用化されていることなどから見ると将来的に実用化される可能性は十分にある。軍用の水中無人機、または無人水中機は普通、ユブかオブという略称で呼ばれる特定の機能を持った水中ボットである。あらかじめ定められたコースや範囲を人の手から離れて、独自にバッテリーか燃料電池のエネルギーによって水中を動き回り、 必要な作業を行う機械である。外見は多くが魚雷型をしている。油部の開発は早く1970年代にはすでに始まっていた。水中グライダーもこれに含まれる。戦争時や戦争終了後に海面上を行く民間船や軍用艦船、水中の潜水艦の航行にとって嫌雷は大きな脅威となる。従来、嫌雷の除去は 海軍等の総会部隊が人手をかけて行ってきた。近年のコンピュータの小型化技術や電子部品の小型化、高性能化が進んだため、無人兵器である油部によって、機雷除去作業の自動化が検討されている。例えば軍事行動として、戦闘艦艇が海を進む時に、あらかじめ一つか複数の油部が自動で総海作業を行うということが考えられる。 すでに総会部隊での油部の運用は始まっている。水中の潜水艦から発信した後回収される。実験も行われ成功している。建設機械や農業機械にも遠隔操作や自律式で走行する無人機がある。自律式には GPS を用いて自動走行するタイプもある。建設、農業の分野で用いられているほか、 自然災害や原発災害などにも投入されており、スウェーデンのブロックやデムザックの T-52 円流のようなレスキューロボットもある。2011年3月の東京電力福島第1原子力発電所事故では小松や日立県機などの多くの無人重機が投入された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。